はい、皆さんこんにちは、吉田正です。いつも動画見ていただいてありがとうございます。はい、ですね、今日ご紹介するのはですね、こちらです。バシン、振って食べれるサラダ。はい、以前もね、食べましたけど、今回はほうれん草ということでございます。前回はですね、シーザーサラダがですね、非常に美味しかったんですけども、今回はですね、下にありますね、こちら、焙煎ごまドレッシングでございますね。こちらのほうれん草にぴったり合いそうな気もします。そしてクルトンちゃんね、クルトンちゃんちょっと入れちゃいますね。クルトンちゃん。よいしょ。クルトンちゃん書きまーす。クルトンちゃんかけるってことは、なんかやっぱりあのシーザーサラダがね、ドレッシングがね、なんか、いいかななんてちょっと思ったりするんですけど、まあ、ね、いってみましょう。このね、焙煎ごまドレッシング。焙煎ごま。焙煎ごまも、侮れないかなと。以前ですね、まあ、この動画アップのですね、前後がちょっと自分でもね、あれなんですけども、ドレッシングの、ね、レビューをしたことがあったんですけどね、ドレッシングを全部ね、うましって感じでしたね。焙煎ごま、いきます。美味しそうですね。あ、そうか、これであれか。振るんですよね、この後ね。振る。蓋。ちょっとね、じゃ振ってみたいと思います。女の子は振りませんけどね。はい。ありがとうございます。サラダ振りますけどね。女の子は振らないですよ。はい。じゃあいきますよ。上下。前後。左右。左右はいいね。上下と前後で。結構振れたんじゃないかな。こんなもんでしょうね。出来上がり。ちょっとね、周りのこの、なんて、容器のね、周りがね、まあ、汚れてしまうんですけれども、これはね、まあ、当然といえば当然で仕方がないので、それちょっと置いといてですね、食べてみたいと思います。いただきます。いただきます。うん。あんま混ぜてなかったかな。うまい。あれですね。なんだろう。振り方、もうちょっと振ればいいのかな。単純に。時間をかけて。ビタミン A。 うまい。やっぱね、下に沈んじゃってますね、ドレッシングは。まあ最終的にこうやって混ぜればいいかな。はい、ありがとうございました。ということで、今日ご紹介いたしましたのはですね、振って食べるサラダの、ほうれん草サラダでございました。ありがとうございました。